はい、どうもこんばんは、ゲンです。今日もですね、動画を撮っていきたいと、思います。今日は一日晴れてて、ちょっとですね、今散歩から帰ってきたばかりなので、若干、汗ばんでてね、いるので、上着は T シャツだけなんですけれども、皆さんいかがですかね。運動習慣はありますか。なかなか、今年の初めに、コロナが起きてから、家にこもったりとか、通勤がなくなったりとか、で、結構体を動かす機会がね、亡くなってしまった方も、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、だいぶコロナが起きてから、時間も経っているので、それに適応した、生活スタイルを確立された方もいらっしゃるんじゃないかなと、思いますが、やっぱり、運動はいいですね。なかなか僕も普段は、バイクや車で移動することが多いので、どうしても運動不足になってしまうので、積極的に、ジムに行ったりとか、空いてる時間見つけて筋トレしたりとか、今散歩行ってきたんですけど、結構1時間ぐらいは、普通に歩けるようになったので、もうちょい継続して、もうちょっと1時間半ぐらいかな、歩けるようになるといいかなと、ちょっと思っております。ということで、ちょっとですね、前置きが長くなったんですが、今日は、ちょっと抽象的な、タイトルでして、人生設計とはという感じでですね、話をしてみたいと、思います。でも、これ動画を見てね、本人見てれば全然絶対気づくと思うんですけど、昨日ですね、ちょっと私事というかプライベートで飲みに行きまして、GoTo イートを使ってですね、飲みに行った時に、話をしてて、なんか面白いなと思ったので、今日ちょっとですね、動画の方で、シェアというか、話しておこうと思った話題なんですけれども、どうだろうな、僕らの世代だと、僕は昭和生まれの最後の方なので、2010年から10年ほど前に、大学を卒業して就活をしてたんですけれども、僕らの世代だと、大体は高校とか大学卒業して、就職活動とか、あるいは一回こう社会に出たけど、何らかの事情があって仕事を辞めたりして、またそこから、社会というか、仕事に就く時とか、そういった節目というか、いうことで聞かれることはあったんですね。もしかすると、受験とかの時も聞かれたりするかもしれないんですけれども、その質問というのが、昨日ですね、聞かれた話なんですけど、10年後どうなっていたいのということですね。10年じゃなくてもいいんですけど、例えば5年後とか、さっきの、受験なんかだと、例えば受験する時だから、1年後どうなっていたいですかとか、年数じゃなくても卒業後どうなっていたいですかとか、そういった感じで、聞かれたことがある方もいらっしゃると思うんですね。で、その時に、その方はですね、結構将来的に、やりたいことがあって、いろいろやりたいことがあって、いついつまでにこれをしたいとか、いろいろですね、面白い話を聞かせてくれたんですけれども、かといってですね、僕の場合はもともとというか、長い目で見たその人生設計って全然してなくて、してないわけじゃないんですけど、意識的に考えないようにしているっていうことも結構あって、結構ですね、僕もプライベートの飲み会とか、ご飯食べに行ったりするときに聞かれることもありますし、その仕事の面接とか、で聞かれることもあるんですね。10年後どうなっていたいとか、5年後でもいいんですけど、っていうのも多分年齢的に今30前半なので、結構周りを見回すと、もうすでに結婚して子供がいるとか、有婚もたくさんいますし、最近も結構、周りでも結婚ラッシュがまた起きてますね。ちょっとこう、LINE のなんていうんですか、タイム ?LINE の、トークルームか、こう確認してたら、なんかこう気づいたら名字が変わってる人とか、多分結婚されたのかなっていう感じで、周りで、そういう感じでですね、起きてるんですね。僕の場合も結構、親は何も言ってこないんですけど、多分結婚をして、家庭を築いてほしいと願っているんじゃないかなと思いますし、周りも結構ね、自分より全然年下の子も結婚して子供いる子もいるし、少し年上でも今結婚して子作り励んでる人もいるし、特に子供ができるとやっぱりそういう考えを持つっていうのが、昨日も聞いてて面白かったですね。子供も家庭を持たれるとやっぱりこう、あるいはお子さんの成長に合わせてやっぱりこうライフステージというか、例えばお子さんが子供入って、進学してとかっていうスパンがあるので考えやすいと思うんですけど、僕の場合はそれが今のところないんですね。今のところないというか、あえて考えないようにしているとっていうことなんですね。で、これ自体は別にその長い、例えば10年とか5年のスパンで、人生設計をしていくっていうのは
全然別に否定はしませんし、それ自体はやっぱり意味があると思うし大切なことだと思うんですけど、その一方でまあコロナが起きたことで改めて分かったと思うんですけれども、まあ一寸先は闇というか、まあ、何が起きるか分からないわけですよね。まあそういったこともあってですね、まあ、僕自身のまあ過去の経験でもあるんですけど、僕も小学生の時に一回交通事故にあって、まあ、死にかけている経験があるので、まあ、そこからですかね、その時にまあ小学生だからまだそこまで考えは固まっていなかったんですけど、まあ多分中学生高校生ぐらいになった時かなにはもうあまりこう人生設計というのをしなくなってたんですね。まあっていうのもまあ自分自身の経験として、まあ、それがあったからってことですね。まあなのでこう先を見据えてこう行動するというよりは今日一日今この瞬間を大切にして生きていきたいという感じで生活をしているので、まあ昨日飲み会でそのね相手の方にも言われたんですけれども、まあパッと見ると何をしているかわからない人というような印象も受けるようなんですけれども、まあ自分の中にですねこうぶれない軸というか、まあ僕の場合は、まあ、自分の経験から、人生設計をしないというふうにも決めて生活を、今してますし今までも、過ごしてきたので、そういった核があるので、まあ、そういった質問された時でもずっともうそういうふうに答えてきたんですね。で、まあ、貫き通している部分もあるので、まあ、それもそれで考えとしてありじゃないかなと思っております。まあ、どちらが別にですね、まあ、人生設計をするのが悪いわけじゃないですし、人生設計をしないのが悪いわけでもないので、まあ、これは人それぞれ考え方がいろいろあると思うので、まあ、そういった点でですね、まあ、長期的な視点を持てないという方がもしいらっしゃいましたら、まあ、こういった考えもあるんだということでですね、動画をもし聞いてくださっている方の気づきになったらすごく嬉しいなと思ってですね、ちょっと抽象的なタイトルなんですが話をしてみました。まあ明日は日曜日ですね。明日は僕はちょっと出かける予定なので、今日はですね早めに寝て明日に備えようかなと思っております。今日も一日お疲れ様でした。